どうもこんばんは、みかんです。真夜中の配信です。練習したての天上天下ゆいが独尊をやります。真夜中だから誰も見ないよ、きっと寝てるよみんなさあやろ。いやー、ほんとこれ難しい。コードは難しくないのに、もういいわ、とりあえず頑張ろう。これもさ、オクターブ曲らしいんだよね。カポなし、カポなしでいくよ。でもちょうど合うキーがどれなのか私にはさっぱりわからない。どうも見てくれてありがとう、頑張ります。ブッダダダブッダダダダブッダダダブッダダダダブッダダブッダダダダブッダダダダ。いいかい、お前の世界はお前だけのモンド、みんな違った世界をそれぞれ生きているんだ。だからあいつの世界とお前の世界は別物。そう、早い話が世界は幻。いいかい、世界はお前の外になんかねえんだ。そうだ、世界はお前の心にしかねえんだ。だからお前の気分で天国にも地獄にもなる。早い世界が世界はお前次第。全てで唯一の存在だ。お前が世界を作った仏だ。天上天下唯我独尊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 。お前は無限の宇宙を旅するグレートソウル。ビッグバンの地球から生まれ落ち、塵に宿って星に宿って今では人かホモサピエンスの、あーこいつだ。お前が宿った人間の住み心地はどうだ。どうせ自分が仏だと気づいてねえだろう。自分をいじめて楽しむ変態野郎。自分の凄さを知らねえ、あーバカ野郎。天へ唯我独尊。天上天へ唯我独尊。お前が全てで唯一の存在だ。お前が世界を作った仏だ。天上天へ唯我独尊。天上天へ唯我独尊。天上天へ唯我独尊。天上天お前が全てで唯一の存在だ。お前が世界を作った仏だ。天上天下唯我独尊っていうね、難しいこの曲。コードは簡単なのに難しいよ。そして左手痛い。こんな夜遅くに見てくれてありがとう、ありがとう。おー、ポチポチ押してくれてありがとう。いいやつだな誰が見てくれてるかわかんないけど、ありがとう、ありがとう、押してくれてありがとうもうさ、今日一日中布団の中にいたよ。もうさ、アキラライブでヘトヘトだったよもうでもあのね、あの今アルペジオ練習中でさ、こうやってなんだ練習中なんだけど、とかいうのをこう一生懸命練習中なわけ、練習中なわけよ。ほんであのなんだ、静岡ライブの途中でもなんかあのお迎え来るまで外でこうやって今日練習してたわけ。そしてプッて来てってなって、やばい早く閉まっていかなきゃと思ったら、このここのヘッドで思いっきりここバーンぶつけて痛いってなって、 DV 受けたかのようにめっちゃ痛いの。ここ誰かに殴られた、誰かじゃねえよ、ここ誰かじゃなくギターに殴られたんで痛いで、私そういえば霊気ヒーラーだったと思って、霊気マスターだったと思って、こうやってありがとう、ここね、こうやってなんかぶつけた後にこうやってずっとこうやって当ててると結構ね、あの
あ、私福島弁でブンズって言うけどブンズじゃなくてなんだっけ、打撲の紫色のやつ。あ、ナムさんこんばんは。紫色のがね、なくな出ないの。だからあの皆さんも 手とかから、まああのなんかエネルギー出てんだよみんな知らねえけど、だからこうやって手当てとくとねだいぶいいの。なんかやった後すぐにこうねやってあげるといいよ。だからおすすめ。おかげで紫色になってません。何もあんだけぶつけたのによかったと思って。いやーね、ほんと世の中には素晴らしい人がいっぱいいるよね。なんか話聞いてるとさ、すげえ勇者だな、すげえ勇者だな、マジお前すげえ勇者だなって思う人がいっぱいいるんだけどさ、でも話聞くとさ、そういう人に限ってさ、どうせ私なんてこんばんは、直美さんこんばんは、先越されちゃった、もう歌い終わっちゃったなのね、なんかほんとすごい人がいっぱいいるのよ。びっくりするの、ほんとびっくりするほどね、すごい人がいっぱいいて、今2時22分だよ、今2時22分だよ、すごいね。で、すごいんだけど、私なんてどうせって思ってる人結構いるんだなってことが分かったの。私自分に優しいから、うん大丈夫あの私霊気ヒーラーだっただからね、当ててて大丈夫になったよ。さあこうやってるとだいぶいいのよね。で、殴られたみたいと言ってたけど、これあのなんだギターでぶつけたので、何をと思ったっけ、そう、素晴らしくない この天上天下優雅独尊でもさ、なんだっけ、自分はいじめで楽しむ変態野郎、自分の姿を知らねえ、あーバカ野郎って歌ってるけど、本当にそうやと思って、いやお前マジですげえじゃん、認めてねえのお前だけだよっていうか、お前がお前をすげえって思ったらいいじゃねえかって、うんね、まあそんな風に思ってもいいけどさ、別に私もよく思うよ、私なんかって思う遊びそう、でもさよく考えても見てよ、そんなわけねえじゃん、すげえじゃん、生きてるだけですげえんだよ、まず私は生きてるだけですげえ価値があるって思うとさ、向こうからギフトがやってくるよね。でそれを向こうからやってきた後、どうせって思ってる、いやいやいりませんとかって言って、例えば褒め言葉一つにとっても、いやそんなことありませんとか言って受け取り拒否するんだけど、それはちょっとやめようか、ありがとうって受け取ってみて一回、すげーって思って、ありがとうって思ってみると、なんかね向こうからねいろんなものがやってきてね、ありがとうってありがとうってなるだけなんだよね。で私が自分のことを認めると言ってると、他人側に何て言われてもさ、そうなんだっていうぐらいで、私はあなたの意見はそうだけど、私は私のこと見てる、認めてるから大丈夫ってなる。まあ、傷つくよ、私だって傷つくよ、こいつムカつく、超ムカつく、こいつ死ねえって思うけどいいで、こいつほんとムカつくって思うけど、こいつほんとムカつくって思うけど、私は私のことすごいって思えてれば、なんぞそれは傲慢とかじゃないのよ別に。むしろさ、自分がすごくないと思ってる方が傲慢じゃないかなと思うぐらい、一人一人でも何て言うの、私だけがすごいだったら傲慢なんだけど、私もすげえけどお前だってすげえじゃねえかってなって、私何て言うの、自分のことすごいと思えない人が何で他人のことすごいと思えるのっていう疑問があるわけだから、自分のことすげえって思えるからこそ、お前マジすげえなって思えるんじゃないの、んお前はすげえけど自分すごくねえってもう思えるけど、それはなんかあんまり面白くないあんまり本当にすげえって思ったらいいんじゃねえかな。私ってなんかさ、何だった直美さん、私ってなんかさ、なんや、あ、直美さんシェアしてくれたのありがとううん、ね、私が私のことすごいって思えるからこそ他人もすごいって思えるんじゃないのかなって私は思うの。うん、なんかシュタイナーのね教育でもね、そうなんだよ、あの